ワンボールツーストライクです。いやギリギリですよね。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。牽制、二塁セーフ。もう一球牽制球、二塁はセーフ。打ちました。センターへ打球伸びる。タッチアップ。バッターボックスは7番茂木。点差はありますけど最後まで諦めないでいい攻撃いいプレーを見せてほしいですね。さあ残り回も少なくなってきましたがしっかりと点を返していきたいところ。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス太田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。まずはボールから入りました。外低め決まってストライク。152キロ。次が3球目。これもアウトコース、見逃してこれで追い込まれる形となりました。バッターの太田、空振り三振。チャンスに打てず三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。7回終わって11対1、カープ大量リードしています。これから8回、イーグルスに選手の交代がありました。ゲームは8回に入ります。カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。小園がバッターボックスに入ります。今日は盗塁を決めています。イーグルス厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。ファウルです。この球は外れています。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。フルカウントです。打ちました。伸びていく。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがライト掴んでワンアウト。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。打席には4番バッタージャーマン。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。打ち、まずは先頭バッターを打ち取っています。インローボール、ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。三遊間、茂木抑えてツーアウトになりました。現在のピッチャーの状態まだ30球には達していませんが、どうでしょうか。バッターボックスには5番秋山。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。
インコース決まった。ノーボールツーストライク。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。11対1、カープ大量リードしています。8回の裏、追いかけるイーグルスの攻撃。バッターは守備交代から起用されている田中。イーグルス点差が離されて8回の攻撃を迎えます。初球打ち、ファウルになります。さあ2球目は何か。ファウルになります。打ちました。これは浅いフライ。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは守備交代から起用されている渡辺。まずはワンアウトを取っています。これが初球。アウトコース、空振りです。次が2球目。内へ低めに変化しました。ファウルです。打ちました。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。バッターボックスには代打の伊藤。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。ファウルになります。アウトロー外れます。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打った。小園取ってスリーアウトチェンジ。この回イーグルス三者凡退です。8回終わって11対1、カープ大量リードしています。これから9回カープの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。伊藤3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあ初球は何か。引っ張った、サードが取る。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の堂林。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ワンアウトランナーありません。2球目は何で来るか。緩いボールを持ってきました。低めストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。
しいですね。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。見逃して三振になります。打席には8番バッター坂倉。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。外へのボールは入りません。胸元へ持ってきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。高めのボール、センターに上がった。ここはフライになっています。上がりすぎました。田中が抑えてスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。11対1、カープ大量リードしています。9回の裏、カープが守りを固めます。センターの久保がライト。楽天イーグルス最後の攻撃になります。バッターは鈴木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。イーグルス点差が離されて最後の攻撃となります。チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。まあ点差はありますけど、塁に出れば最後までどうなるか分かりませんからね。まだまだ諦めません。可能性は残されています。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。いい当たり、ショートが取る。アウト、ワンアウト。打順は4番浅村。今日はまだ当たりがありません。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッター弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは DH 島内。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。当然凡退するとここで試合は終わります。まあ突き引っ張った。これはどうか。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。いいまっすぐですね。インローを指にかかったストレートで空振り。152キロ。3球目は何で来るか。力のあるストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクと追い込みました。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。またファウル。内へ低めに変化しました。見逃して三振です。試合終了。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、
非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマスカットスタジアムから失礼します。